はいどうも、はじめまして、バンプです。今回は RBVO の鍵いきたいと思います。今回ね、10回検証だね。はい。で、今回ね、RBVO はリザーブのマークドキーになっていて、だいたい値段の方が200万ルーブルになっております。でね、昔からね、この VO、安定してね、美味しい場所なんで、今期はね、どうなのかということで、検証やっていきたいと思います。一応ね、オフラインで紹介した後に、オンラインで10回検証いけたらなと思います。それでは、10回検証をやっていきます。その前に、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。はい。ということでね、リザーブの方にやってまいりました。でね、RBVO の鍵はね、こっちのマップの端っこの方になります。まあ、キングって言われてるね、この駅舎があるところの、奥側、もう本当に角なんで、結構ね、行くときは接敵が多いマークドキーになっています。マップの角だから本当にね、だってこっちから来るか、ね、こっちから来るかのね、2択しかね、ほぼほぼないんで、ほぼ、だいたい接敵するね、ここ。で、ここのね、手前側の場所に入って、はい、ここ。ここがね、RBVO の鍵になっています。はい。マークドのマークある。じゃあ、ここ今回、10回検証、頑張っていきたいと思います。で、たまに、ここのね、扉の裏、はい。ここでね、待ってるやつがいたりするから気をつけてください。で、鍵の音が聞こえたら、ここから出てから、ババババババって言ってくるやつがいるから、ここだけね、裏側にいないかどうかだけ見て開けると安全に漁れるかなと思います。それではここ頑張っていきます。はい、じゃあ VO 行きます。さあ、1回目。な、何が出るのか。あ、軍用のなんかメジャイコブイ。あ、SG! やっぱ SG なんだよな。何？あれか。M60 の E、なんか違う種類だね。俺の見てない方だ。色違いの方。あれ、VO うまくね？VO うまいよー。VO はやっぱり、いいね。リザーブで一番うめえかもしれん、VO に関しては。安定だね。まあ、こんなもん。なんか俺取り忘れないよね。なんか怖いんだよね。これ新しく。久しぶりに来る鍵に関しては。取り忘れありそうと思って。まあ、なさそうか。え、なかなか良くない？しかもケースかよ、お前。カスタムされてんね、これ。6倍ついてるわ。うわ、うま。ね。うお。うお。全部 M80! え？え、M80 100発入ってる、これ。ガチ？ 100 発でもほぼフルだからさ。一回見るわ。バカうめえ。M80 はうめえって、もうちゃんと持って帰るな。うぜえ。2か。HK か。なんか、ああ、キーツール。普通にいいね。今、おいくらぐらい？ 100 万ぐらいか、キーツール。そんないかんか？デザートイーグルで、光った今。光ってないか？俺目の錯覚かな？やべ、プッシュ来てる。てかさ、コムタック6めっちゃ静かなんだよ、環境。今回4つ空き、5つ空きか。5つ空きでしたと。まあ、キーツールうまいね。良きです。で、これさ、ほら、こんだけうるさいの。でも、コムタック6、こうなんの。いいよね、これ。さあ、やっていくぜ。よろしくな。さあ、3回目。ライトがないか。まあいいや。はい。はい、ベレスク。うおー！待って、な、武器こんな湧いてることあんの？ちょっと待って、すごいぞ、今回。え、これ何これ ?SR のこれ。なんか20、え、これ高いマガジン入ってね、30連の。これカスタムなんだ。で、AKS です。なんとかに、RPD。え、うますぎねえか、あんた。RPD ね。そして G28。で、おかわりフレア。はい、と思います。うまいね、奉行。いいけど、な、すっげえ光ってるわ。ホワイトフレアか。
MCX。あ、え、安定だ。安定に、安定的ですね。ここまたこれあれだ、言ってたよ。M60 の。これまた中に美味しいあれが入ってんじゃないでしょうか。P90 の、P90 の。そして、何かがある。サンタさん。いいよ、サンタさんも来て。サンタさんも来てから。いや、美味しいんじゃないでしょうか、これは。これね、やっぱ卵見たいよね。何が入ってるかっていうの。また今一緒だ。だねー。え、ごつい。はい。ラサス。デザートイークル。うわー、ナイフはお前。バイオネット。バイオネット。ハズレナイフ引いたわ。RR でもよかったのになぁ。まあ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 、こんなもんでしょう。まあこのスーカーに、ラサスたちか。まあ、レッツゴー。お、スピア。オムボックス。え、待って、キモい。あ、キモい。あ、キモい。あ、すげえキメ。いや、嬉しい。おお、いいねー。VO はやっぱ捨てたもんじゃねえな。で、ほら、TX でしょ ?T5000 に。いや、もうこんなもんちゃう。今回は。もう、これにカードキーがね、あったら嬉しいけど、まあ、ないでしょうということで。まあ、拾えないから、まあ、こんな感じか。特になさそうですね。普通に高いからね、この辺も。アモボックスに、ドキュメントに。美味しいですな。いや。やっぱデザートイーグル多いなぁ。うわ、VPX。うまい。ドクターグ。うめぇねぇ、ここ。うまいねぇ。あ、出すの忘れてた。VPX。ドックタグのがレアか。すげえ、え、待って、ドキュメント落ちてんよ。ドキュメント、ドキュメント落ちてんじゃん。え、だいぶうまくね、ここ。安定じゃな。だいぶ安定ですわ。まあ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 。うまいんじゃないでしょうか。VPX に、ドックタグ、ドキュメント。Let's go! SDM。ああ、めっちゃ出るね。デザートイーグル。え、来てる？何か。ちょっと SDM 捨てて。で、ラサスも今回ちょっと捨てる入らねえんだよな。DVL、キャット。お、ギターピック。お、お、キーケースある。キーケース今おいくらか。いや、マジで安定だな、VO。VO が高いのは納得だ。VMAX。うんうん。武器、さっき捨てたラサスとかも、いろいろ合わせて、こんなもん。うめえ。あ、入んの。はいよ。はいよ。はいよ。え、なにこれ？毎回出るね。はいよ。はいよ。はいよ。アームケースある。え、20万なんだよ、アームケース。安いからなぁ。サンタさん。スカに、サイガ。辛いねぇ、ここ今日。まあまあまあ、こんなもんでしょう。スカに、このサイガに、いや、こんなもんです。いや、ラスト VO。SVDS。
あ、レザーティーグル。あれやばくね、なんか、新しい武器はやっぱマーク度湧きやすいんかね。毎回のように湧いてんじゃん。でかすぎだろ。あ あ、おい。なんで 11SR なんだよ。もうマジで。あ、60万。え、待って、イエローより高えぞ。あれ ?11SR の方がイエロー買うときより高えわ。ラッキー。よかったな。イエロー出るより嬉しいわ。じゃあ。よかったわ。なんか逆になんか、ね。下げてあげた感じが。って感じが。拾えねえんだよ、まず。ミュータントしたとかないね。じゃあ、まあ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 、まあ、カード、一応カードキーやからこれ。60万だから普通に高いよ。はい、ということで、RBVO いかがだったでしょうか。総額の方が約660万ルーブルということになりました。かなりうめえね。で、ここのマークドに関しては、めちゃくちゃ安定して取れる。で、行って損はない場所。まあ一つね、懸念点としたら行きにくいっていうのもあるし、接敵が多い。でもこの二つがね、ちょっと、行きにくいマーク度ではあるけど、まあそれをね考慮しても全然ねプラス収支で抑えれるのかなと思いますんで、皆さんもねぜひとも RBVO 行ってみてください。普通に200万でねこんだけ手に入るんならありだと思います。はい、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンクのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。